財務大臣とは、各国において、財務、財政、金融などを担当する大臣や、長官のこと、英語圏での、ミニスター・オブ・ファイナンスなどの訳語、財務長官と訳すこともある。米国の、A、セクレタリー・オブ・ザ・トレジャーは、財務長官と訳すのが、一般的。詳細は、日本の大蔵大臣、財務大臣一覧を、参照財務大臣は、日本の財務省の名がたる、国務大臣。 予算、税制、財政投融資、国庫、国有財産管理などを担当する重要閣僚ポストの一つ。略称は、財務省、アメリカ合衆国財政長官、スティーブン・マネーチン詳細は、アメリカ合衆国財政長官を、参照アメリカ合衆国の財政長官は、財務省の長官であり、連邦政府において、財政、イギリスの財務大臣、 サジドジャビド詳細は財務大臣を参照イギリスの財務大臣はイギリスの国政財務に対して責任を負う閣僚であり大蔵省の長であるイギリスの四大大臣の一つ詳細はシンガポールの財務大臣を参照シンガポールの財務大臣は国務大臣の一つで財務省の長シンガポールの経済の管理統制について責任を負い その権限は主に会社法、商業登記法、貨幣法、会計法によって規定されている。各国の財務大臣や中央銀行総裁が集って、国際的な経済問題や金融問題について議論する国際会議としては、先進7カ国財務大臣、中央銀行総裁会議、先進11カ国財務大臣、中央銀行総裁会議、 主要20カ国財務大臣、中央銀行総裁会議などがある。主要20カ国財務大臣、中央銀行総裁会議になると、各国の財務大臣に加えて、国際通貨基金代表、国際復興開発銀行代表、ヨーロッパ中央銀行代表も参加する。日本で、財務大臣、中央銀行総裁会議と言っている場合、文脈上は、 G7 のそれを指していることが多い。ありがとうございます。